ブロックの解釈全部一致するまで終われません。イエーイ、うん、イエーイ、イエーイ、ブロックの解釈。ああ、そうですね。あの今回のメンバー一人足りてません。え、あれ、あ、うるさいのがおらん。黄色い方がいない。はい、はい、マニちゃんちょっと体調不良ということで2人にはですね、まあ、この2人分け隔てられた部屋に入っていただき、まあ、こんなブロックみたいなお題があるので、まあ、どれなのかっていうのを考えて選んでもらうと。でお題がまあ全部で9つありまして、その9つが全部2人で完璧に一致しない限りはこのゲームは終われませんというものになってます。はい、でここに書いてある内容がお題なんですけど、一番派手なブロック、真ん中一番暗いブロック、一番綺麗なブロック、一番食べたいブロックっていう、ここの9個のお題について、2人で合わせてもらうということになります。大人企画。これ気をつけてほしいのは、まあ、なんかその言葉とかで相手に推測されるようなことを言っちゃったりはしないようにお願いします。はい、ただあんまり喋んないと何も面白くなくなるので、はい、その辺も気をつけながらやっていきましょう。それでは、ブロックの解釈9個すべて一致するまで終われません。第1回目、はい、スタートしてください。どうぞ。はい、当てましょうかね。もう1回目で ね、9個当ててもらって大丈夫です、うん、入れていくかとりあえず。確かにもう何も言わずにでもできそうな気はするんだよな。結構合う気がするな。合いますよね。最初から何個ぐらい合わせたいですか？もう9個いきたい。4個は合わせたい。4個合わせたい。そこは9は無理ですね。さすがに。9は無理だけど、4は合うだろうと。はいはいはい。4は合うと思いますね。今、西川さん設置したのは、ちなみに、一番綺麗なブロックのところに設置した、ね。綺麗なやつですね。はいはいはい。これ多分、しんべも一緒なはず。一緒。同じやつだよ。多分ね、この辺で来ると思うんだよ。さあブロックの設置音もね微妙にあの、違いますよね。違うんでちょっとそれがねあのヒントになる可能性はあるんですけど。確かに確かに、西川さん今臭そうなブロック悩んでる、臭そうってなんかあんま ないもんね。そんな感じだこれだろうな。おさん見てください、臭そうでしょ、はい、臭そうっすね。てか西川さんの置いてるのあなた全部臭そうに感じるけど、全部確かに臭そうではある。臭そうなの、全部臭そうってやばい、案外臭そうな感じはあるね。さあ今しんべヱさん悩んでるのはよく使うブロック、よく使う、西川さん悩んでるのは派手なブロック。はい、悩んでるんですよね。だな、はいはいはい、こっちだな、はい、さあ派手なブロック置きました、さあしんべヱさんよく使うブロック置きました、はい、これで2人とも9つすべてのブロック置き終わったので、一旦ちょっと私の方でまず、あ、いいや、先にジャッジメントしてもらっても大丈夫です。これジャッジメントしましょう。ジャッジメント押していいですか？はい、はい、お願いします、ね、はい、あれ、うわ、マジ全然ダメダメなんだ、はい、ということで何個合ってるかなんですよ。はいはいはい、はい、知りたい、それ知りたい、知りたい、まあ、目標4だったと思うんですけど、4です、はい、一致してるのは1個です。マジ？はい。これだけだろう。4つは合ってるでしょ。いや、渋谷さん、西川さんのことが分かってないから。うん、そうそうそう。そっかそっかそっか。うん、片方だけが、お前は変えないでとか、そういうのもなしです。はい。はい。あ、どうしてな、俺。渋谷さん、臭そうなの選びましたね。こうかな。こうか。はいはい。あー、なるほどね。なるほど。こうでしょ、多分。はい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 。はいはい、これ決めた、はい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 、はい、さあ、うん、西川さんは全部埋まって、しんべヱさんがもう全部埋まりました、はい、埋まりました、はい、それでは、ジャッジメントお願いします。いきます、おりゃね、うわー、ダメか、あとはそう何個よね今から、はい、そうなんですよ、何個についてなんですけども、今回、はい、2個一致しております。2個、はい、2個です。1個増えてるんだ、はい、大人企画、はいはい、あ、これがこっちか、多分こうか、あー、なるほど、こうか、うん、はい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 、で、これがこれね、地味にね面白いな、俯瞰してると。あとなんだ。はいはいはい、しんべヱさんそれね、はい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 、確かに臭そう。俺これでいってみようかな。いきますよ、じゃあジャッジメントお願いします、はい、いや、はい、押します、はい、
うん、まあそうよな、そうよな、まだまだね、まだそうよ、はい、そう、まださあ今回の一致数ですが、はい、2のままですね。あ、うん、姫、動物どういう小型と大型どっちが可愛い動物の大型の動物か小型の動物だったらどっちが可愛い、うんうん、あ、でも大きい動物が好き。あ、なるほどね。あ、うん、今のあすごいヒントありがとう、分かったわ動物のブロックなんかあんのか、分かった分かった、ありがとう、うん、今のすごいヒントいただいた、うん、これだ、それ何それ、なんだこれだな、こっちこれで両方これにしてみようかななるほどね、それ何それ、もう OK 変更なし、はい、はい、じゃあ西川さん押してみましょう、どうぞ、はい、いきます、はい、まあそうよなで、どうで、はい、で、どうか、で、どうか、今回の一致数、2です、はい、あ、変わらずか、西川さんは今残してる2個が合ってる2個だろうというふうには思ってると、です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 、おお、はいはいはい、え？聞き覚えがあるけど、聞き覚えあった？そ、うん、そんなブロックなくねっていう感じなんだよね。あ、そうなんだ。そうか、ブロックが探せないのか。あ、はい、これ。こうだ。おお、なんか聞こえたね今。聞こえたよ。いいの聞こえたよ。いい音聞こえたよ。さあ一応埋まりました。はい。ちょっと待ってください。はい、はい。1個だけ変えます。1個だけ。会えるやろ。しんべに会いてえわ早く。本当。しんべに会いたい。会いたい。俺も。結構このターン考えたくなんだそれしんべ。これ。はい。じゃあジャッジメントお願いします。はい。おお、まあ、それよな。今一瞬しなかった件が。うん、正解しちゃった今回一致したブロック、はいはい、2のままです。え、やっぱ2のままか、はい、そうか、でもおかしくないですか、なんか隣の音聞いた時に非常にこう、うん、場所が違う的な感じだろうな、うん、さあ場所が違うだけなのかです、ね、いや、え、そうなの、しんべ、ど、俺どっちも、あ、そうなの、場所が違う以外にも何かあるんじゃないかっていう、あ、ごめん、そのままでいいわ大丈夫、まあそうですね、どっちかというと西川さんの方がずれてる感はある、これは、はい、うん、さあどんどん変えていきましょうか、合わないかこれ、ちなみに、暗いブロックかな、はい、が、はい、一番こうなんだろう、何回もお互いが 合いそうで合わない状態、こうなんか似たようなのを置いたり置かなかったりがタイミングが合わない状態が続いてるかなって思いますね。じゃあ俺こうしようかな、いや、それで俺、それで俺、もうそれで俺よ、オッケーオッケー、ここそれで俺よ、え、これ1個前、ん、今起きない、いや分かったよ俺、これ分かっちゃったよ、これだわ、何それ、すごい、これでしょ、いいっすね、確かに一番合ってるかも、あ、その解釈テーマに、はいはいはい、正解っすわ西川さん、これ正解でしょ多分、正解正解、正解、うん、うん、正解ないと思ってたけどそれ正解だわ、できたじゃないそっちだろうな、これ臭そうでもあるんだよなしんべえさんは、はい、暗いブロックはそれでいいんですか、それどう見ても暗くは見えないんですよ俺には、いや、なんかね、根が暗そうだ、ね、雰囲気ね、その精神面色とかじゃないんだ、はいはいはい、そのそういうことね、はいはい、そういう意味で言うとちょっとあれや、確かにわからんわ、これだ、これで行ってみるかとりあえず、うん、はい、じゃあそれでジャッジメントお願いします、いきます、まあまあまあ、よしよし、あ、増えたと思う、多分増えたと思うんだ、はい、こちら、今一致数が、3です。おお、1個増えました。来た。ちなみに暗いのところなんですけど、
しんべえさんがずれてるな。ああ、しんべえさん、俺さっき、あ、くらい、これ臭そうだった。俺さっきさ、そのお互いがこう今まで出し合ったもので一致してないみたいに言ったと思うんですけど、しんべえさん、なんでそれ言ったのに新規出してきたんですか。新規新規を出すなよ。新規入ってきた。そうでした、うん、これに変えてみよっかな。これじゃないよな。ほう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 、面白くなってきてる、面白くなってきてる。うんうんうん。よし、これで。はい、じゃあ今回はこれですね。じゃあ西川さん、ジャッジメントお願いします。はい、押します。ポチ。まあまあまあ、そうやな。はいはいはい、でも増えてるはず。はい。増えてるはず。今回の一致数、当初目標にしていた4です。おお。はい、やっとここで4。来たな。どれが合ってんの？大人企画。可愛い、寄せてきてほしいな。可愛い。可愛いはね、西川さんが正解だとは思うな。寄せてほしいな。可愛い、違ったの。可愛いの音出していい？可愛いの音。オッケー。もう、これ。聞こえる？え？聞こえる聞こえる。さあ、可愛いのヒントが出ました。そんな音の。じゃあここからはね、1ブロックだけちょっとあの音出し、はい、音出し合わせ OK としますんで、今可愛いですね。はい、OK です。可愛いの 音、うん、音合わせ。あっ、あった。ほら。あったんじゃない。同じような音じゃないこれ。めっちゃ同じ音。音はかなり、もう一回ちょっと渋谷さん置き置いて、もう一回。あ、めっちゃ同じ音。それそれ。ほら、同じ音だよ。それそれ。これだよ。これだ。一緒一緒。合ってるよ。合ってる。一緒一緒。OK。あ、じゃあ合ってるわ。5だ。これで。うん。大丈夫です。はい。はい、それではジャッジメント、お願いします。当たれ。あ、ダメ。あー。ダメか。いや、でも増えてる。絶対。ただ、ね、数が増えてればいいなと。はいはいはい。ということで、今回の一致数は4のままです。あれ、なんでなんでなんで、かわいいわ。かわいいどうなったあれ、かわいいどうなった、かわいいどうなった、かわいい、これこっちだ。次こそいける絶対いける。OK？ 絶対いける。かわいいは間違いない。あともう一個、しんべなんか音合わせチェックできそうなのある？音合わせチェックできそうなの、うん、例えば臭そうのとことか。あ、そう、臭そう、これ。え？もう一回。何の音それ？え？何の音それ？全然わかんないぞ。ちょっと待って。これじゃない？音合ってた、西川さん。今もう一回音、音確認、はい、音確認。音チェックして、音チェックしますね。はい、臭そうね。合ってる合ってる。全然違う、全然違う。全然違う。もう一回、もう一回、もう一回音ちょうだい。もう一回音ちょうだい。これあったらあと2つな気がするんだよな。違う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 な。さあ、Q ブロックの、ね、解釈一致。いよいよ結構し始めたんじゃないかというところで、ジャッジメントお願いします。はい。はい、ジャッジメント。まあまあ。まあ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 、ね、まあな、はい、今回の一致数、はい、6です。お、ほら。はい。なんと6個一致しました。6個、どこが違う。でも、はい、ちょっと待ってよ、しんべの答えみたい。このゲーム答えたい。あ、とりあえずじゃあこっち向いてもらって、はい、さあ9種類のブロック解釈、ジャッジメントお願いします。はい、ジャッジメントいきます。ポチッ。まあね、そうだね、はい。で、まあ、これで何個か、一致数がね大事なんですけど、はいはいはい、今回の一致数7。お、増えた、はい、増えた増えた。7です。ってことはこれだ。ここ2つだよね、多分。多分ね。うん。西、え、西川君の臭そうの音を出していい？出してほしい。うん。なんかちょっと西川さんの浮いてるやつちょっとなんか動いてるよね、はい、そこがやっぱ臭そうってこと。臭そうっすね。あ、ほんとだ。ほんとだ。ちょっとなんか色が動いてる。臭そう、こいつ。これか。え、これは置けないでしょ、まず。
ちょっと待って。ちょっと待って。違うやつだ。ちょっと待って、今、やばい音だったよ。聞き覚えのあるやばい音だったよ。そうそうそう。大人企画。それでは、ジャッジメントお願いします。はい。はい。ということで、今回も一致数は7です。変わらずですね。変わらずです。はい、これ今、いいの見つけたな、多分。これだろう。これだ。意味わからんもん、これ、確かに出されたら。これ出されたらもう意味わからんでしょ、おもいさん。そうっすね。うん、もう、こいつ意味わかんねえよみたいな感じの、ちょっと、はい、方向を示してる感じもありますけどね、なんか。そうですね、そういう、そういうことか。そういうことか。うん、じゃあ、これで、ジャッジメントお願いします。はい、ジャッジ。いや、でも合ってるかもよ。合ってるが8だ。7です。え？あら。あら、ちょっと結構ドツボにはまってきてますね。あの一応じゃあ、はい、まあ、ヒントじゃないですけど、はい、意味不明と臭そうだけっていうのはもう間違いないです。はい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 、そうですよね、はい、じゃあここでお互いの制限として、この4つあるインベントリーの中でどれか1個に絞った上でそこを選んでいく、あーはーはーはーあいうことにします。じゃあ一番左にしようか。左の臭そうな、うん、臭そうと、だからそのなんだ、あ、まあ、意味不明もね、意味不明、はい、うん、意味不明ね、あるんよしんべヱ1個、もう本当意味不明っていうのは。はい、分かった、これだ。ほう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 、あと臭そう、臭そう、さあ臭そうも左側のインベントリーから選べばいいと。左側のインベントリーの中で一番臭そうなもの、今までは全体でしたけど、見た目、ね、うん、見た目臭そうで行こう。見た目臭そうで OK。 臭そうよこれ。じゃあこっち見てもらって、はい、はい、それでは、9個のブロック解釈一致、ジャッジメントお願いします。おい、これでももうあと1個じゃない。今回の一致数は8です。よし、ということで、ね、まあ、どっちかとは言えないんですけど、どっちかが合ってません。俺は今置いてる状態で言うと、はい、しんべヱさんのやつの方が理解できるかなって感じはする。臭そう度、臭そう度合い、なんかしんべヱさんそれってさ、名前もの方が結構大きくないかなって。名前ですね、うん、名前的にもちゃんとちょっと臭そう要素はちゃんとあるって感じあります、うん、あ、名前的に臭そう、違うの、あ、これか、こっちか、名前的にこれか。さあ行ってみましょうか、うん、はい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 、9個のブロックの解釈一致さあしてるのか、ジャッジメントお願いします。よし、はい、取りゃ取りゃ取りゃ、おお、取れた、西川くん、西川くん、来た来た来た、これか、これ一緒だ、一緒一緒、一緒だ、本当だ、一緒だ、一緒一緒、すごい、すごい、よかった、やっと、もう何回目かはちょっと編集で見ないと分かんないんだけど、すげえ、達成した、達成しました、きつかったこれ、これ難かったよ、あ、やっぱこれだったね、そうそうそう、かわいい、あのね、あのしんべヱさんが一回ミスったかわいい、ちょっと見せてあげて、しんべヱさん、はい、これ咲いてない、咲いてないんよ、全然かわいくないんよね。いやでもこれね、ちょっと今回急遽2人しかいないということで、撮影に、はいはい、2人用企画で作ったんですけど、どうでした？いや、すごい画期的、うん、面白いですよこれ、面白かった、おもろい、しんどいっしょ、うん、でも、うん、しんどいけど、うん、おもろいですよ結構やってる側、うん、これもう3人でやったら結構やばいよね、3人相当時間かかりそう、何時間、ちょっと1週間ぐらい、そうね、1週間はい、でもまあ一致するんすね、こんだけ、まあちょっとヒントも出しつつですけど、ああ、音ヒントが面白い、音ヒントがね、そうそうそうということで今回は一致、無事一致ということで、はい、これで終わりです、無事やったー、はい、やったー、やったー